天気スランプチャンネル始まりました。イエーイ。天気スランプ吉山です。宇部俊介です。チョンミンチョンです。チョンミンチョン。チョンミンチョン。巨人。チョンミンって巨人だけど。チョンミンチョン。本日は文字並び替えて答えを導き出せー。はい。文字を並び替えて。文字を並び替えて。並び替えて答えを導き出せクイズー。クイズね。うん。導き出せーっつったからなんか。あーごめんごめん。クイズなのか一瞬迷った。なるほど。クイズです。あクイズね。はい、はい、もちろんもちろん。ルールは。ルールは今からこのウイシが文字を出します。はい。文字を並び替えて、うん、その答えを導き出すという。あこれ早押し？早押しでも何でもいいですよ。早押しですね、これは。早押しですね。文字が並び替える単語になるってこと。並び替えるとある単語になります。単語に。でもそれが答えじゃない。それが答えの場合もありあれば、ある。ある。そのまま、この選手は誰みたいな感じ。この選手は誰。問題文を自分で作らなきゃいけないってこと。そういうことです。まあちょっとまあよくわからないから、うん、まあまあちょっとじゃあもう早速う、まあ、最初はねちょっと聞きたいね。例題として、はい、簡単の簡単めなやつをはい、はいはい、第1問いいよ伊沢拓司はいダダン第1問はいトレース王。トレース王。は？トレース王。それでも並び単語が分かっても答えが分かんねえな。トレース王です。え？はい。いやオートレースなんだけど、それが答えじゃないんでしょ？はい、いや正解。え？これはまず第一問の例題です。ああそういうこと？これは正解です。これ第一問。例題なのこれ？これは並び替えたらオートレースになりますね。文字を並び替えてそれ。に関連することを言うんじゃなくて、うん、並び替えてそのままそれを言えばいいってこと。こっからだから俺はここはまずまっすぐめちゃめちゃなんか、うん、グダグダになってるけど一問目から、うん、まずまずここはね、まあまあいいんだけど俺らオートレースってのは分かったんだけどオートレースの何かを答えるのかと思ったねかあとなんかトレースだから追跡みたいなそういうなんか異名的なのをそうですね異名的なの、ね、異名的なのを考えちゃっためちゃくちゃ今オートレース。これはもうオートレース。まっすぐ。はい。これはね。はい。こっからですから。むずそれ。なんか逆にだって、まっすぐじゃない時もあるってことでしょ。そう。めちゃくちゃじゃん。言うから。これまっすぐじゃない。あ、じゃないって言ってくれる。言うから。これはもう練習問題ですから。練習だからね。ここはね。はい。はい。はい、第2問。はい。ここからは、はい、答えを導き出した上で。こっからね。はい。なるほど、なるほど。第2問。先に見ようとすんなと思って。見てないよ。ヨヨピピピヨピヨで、はい、荒井ひよりさんあそういうことかまあそうだよなまあ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 大正解でございますまあこれも練習問題です正直正解でございますヨヨでまあ4文字だからな、まあ、ちょっと簡単ここ、ね、簡単すぎる、はい、ちょっとまあまあ2問目だからはいいいけどまあでも2対0でしょ2対0です第3問はいデレンどんどこはえどんどこはどんどこは。はい、もう悩んでますやん。いや、でも単語はわかるけど、それに関連する。どんどごっはでございます。ゴッドハンドで、はい、篠崎実選手。違うか。あ、そうか。あ、篠崎選手、ゴッドハンドって言われてた。社名が、あ、社名か。ゴッドハンドでございます。あ、そうか。最近の社名ってこと、はい、あ、そういうことか。え、そっか。じゃあ今日乗ってるやつ。そうでございます。ゴッドブレスだな。ゴッドブレスか。え、どうする？え、どうする？いやいや、ハンドもあるってことでしょ。ゴッドハンドもある。ああ、じゃあよかった。今日のではない。ああ、びっくりした。社名でゴッドハンドというのがあります。はい、なるほどね。はい。まあ、だから早押しはできないな。早押しはまあ。まあ、ゴッドハンドは出たんだけど、篠崎選手にちょっとつながんなかった。うん、1対2ですか、はい、はい。さあ、これはむずいんじゃないでしょうか。第4問。はい。ダデンジャナンモジャナンモ答えを導き出した上でジャナンモ茶名なのかな、はい、茶名じゃないパターンもあるってことじゃんもうまあまあまあそれももちろんありますで、並び替えれたのじゃあいや、並び替えはじゃあ、なんじゃもで、うん、はぁ、あ、本田ひとり選手違うかこれマジで俺、わかんない全くなんじゃもはなんじゃもだろうけど
お、なんじゃもは分かったが、答えは出ずと。ほらね。最初の1問目、2問目、よく言ってたわ。違う違う、ただのしゃべりクイズなのこれって。いや、こっから変わってきますから、どんどん。本当に？よし、言っていいよ、俺。あ、まあでも、答えとか。はい。松尾彩選手。なんじゃもって。なんじゃもね、伊藤玲選手。なんかポケモンみたいな、いたよな、なんじゃもって。ポケモンの名前あ、今国。あ今のは、今のはね。え、あ、今のは今国。今のな。うん、あ、正解。え、待って、答えてない。レイモンドか。あ、ごめんなさい。あ、違う。そこまで言ったら。あ、じゃあ、山ちゃんじゃん。あ、山ちゃんの。山ちゃんも好きなんじゃないかな。あ、アイクヌワラ。え、だからさ、だからさ。え、おはスタ出てない。あ、おはスタじゃない。うん、おはスタ。でも、なんちゃもって多分ね、うん、ポケモンなのよ、うん。いや、多分ね。じゃあ、もう、おはスタ。はい。はい、全然関係ない。オートレース選手ですから。これもう、記憶というか、その、社名もね、なんで。正直、勘で答えるしかないわ、これもう。もうわからない。もうわかんないな、これ。いや、待って。土橋大好き。ああ、え、松尾彩選手言ったよね。うん。金田遥選手。え、吉田、ドバシ大好き。いや、俺、ドバシ大好きだよ。金田遥さんですか。男性よ。ええ、女性で考え、掛川選手ってこと。いや、違うな。男性。あー、え、待って、え、え、茶名じゃないってことか。え、じゃあ、砂見和之選手。え、吉田がチャンス。加賀谷選手。あ、社名じゃないの、もしかして。いや、社名だな。社名だ。社名。なんじゃもは、結構前の。加賀谷選手の乗ってるってこと。乗ってるんだ。乗ってるけど乗ってないやつってことか。そういうこと。あー。いや、わからんすよ。プロフィールに乗ってるってことね。そう。調べたところで出てきた。なるほど。いや、それむずいな。でも乗ってない。加賀谷武明選手、なんじゃも乗ってます。はい。レースであんま乗ってない社名だとむずすぎるね。そういうことでございます。第5問。これ早押しだからね。うん、うん。いくよ。サックスマリ4。マリフォ。ああ、俺だね、俺だね、俺ね。いやいや、同時だったの。え、俺だよ。音ちょっと比べて。あ、もうキンキンが早かった。まあ、肩のリサ選手。あ、それいいのね。リサマックス4で、うん、肩のリサ選手じゃない。あ、違う、それいい、あ、大正解。それいいの？あ、じゃあ俺行くよ。はい。肩のリサ選手、ついに結婚。さらに行ったか。上乗せしてきたから。さらに行ったか。はいはい、片尾梨沙選手、ウイシ大好き。なんでね、結婚してるからな。結婚してるから。うん、まあ吉永が1点ということで。社名クイズだな。4-1じゃん。社名クイズですね。はい、4-1だな。今のところ。はい、第6問。はい、でも今が 4-1?4-1、うん。これ、当てれたら5をあげるか。え、5くれんの？え、最終問題じゃないでしょ。最終問題ではない。最初結構むずいじゃないから、ね、うん、多分むずいと思う。イメージカラーを答えよ。やよたりあつし。え？やよたりあつし。やよたりあつし。イメージカラーを答えよ。やよたり。やよたり。あ、あ。有吉達也選手。ああ、有吉達也選手。はいはい。はい、イメージカラーはピンク。あ、なるほどね。なるほどね。じゃあ5ポイント。これ5です。よっ。ちゅうことじゃあ、これで6対？6対4になった。うわ。え？一撃。一撃。一撃、大まくりでございます。うん、ただ、うん、ポイントをミスってしまったもんで、はい、2ポイント次、差し上げます。まあまあ、でも一瞬、でも有吉達也選手、出てこなかった。出てこなかった。うん。淳に引っ張られたな。引っ張られた。だから篠原淳選手とか、そこら辺がずっとちらついちゃってて、マジで出てこなかった。前職を答えよ。前職？はい。雪もつりか。え、森克行さん。前職アイドル。あ、ちょっと。え？なんで？なんで？森克行前職スマップ。いや、それ、いや、一緒や。一緒やろ。いや、それはでも、いや、アイドルってたくさんいるけど。いや、でもアイドル。スマップは、スマップだ。いや、違う違う、アイドルじゃん。ちょっと待って、それはないわ。これはダメですな。もうスマップアイドルという枠からもう出てるから。うわ、あ、じゃあ、ごめん、ドバシ、これは、スマップって言わんと。そこは。前、
職業スマップ。そう。じゃない。職業スマップはアイドルだから、国民的アイドルだから。アイドルってお前職業っていうか。これちょっとコメント欄荒れるぞ。あれだよ、あれ。うわ、なんかこいつポイント操作してるわと。じゃあ荒れるな、もう一問目から荒れてるから。中国かって言われてるよ、今頃。あ、じゃあそれも中国かが荒れるわ、もう。そうそうだよ。逆転、うん、76、 76森和之出てきた。出てきてない。あーくそもー、飛ばし並べ替え得意なのかも、ね、もしかして。いや多分ね、これね、飛ばしがうまいだけだと思う、うん、マジで。俺多分これ並び替えいけねえもん。何対何だったの？6対4だったんだけど、66ってこと。でも5点入ったんでしょ。今2点で。あ、2点か。じゃあ66。うわ、これ操作しやがったわ。いや、それはそうよ、うん、ここで6対6にしようと。ここは帳尻合わせで、なんとな。うわ、最悪だよ。答えを導き出せ。お、問題が分かんない。何？ドゥッチャッツッチャッツッチャッツ。何？え？見せ見せて見せて。あ、だから、はい、最年長勝利記録、はい、鈴木明夫選手。正解！緑って何？あ、ごめん、漢字間違えたわ。これ緑なしやろ。最年長。漢字間違えた。緑って何？ロックだから、記録の6を。もう俺はこれ6だと思って、うん、空飯って最後。俺は緑だと思ってすげえ考えちゃったんだよ、マジで。鈴木明夫選手。いや、この緑に引っ張られたお前が悪い。グダグダ。最悪だろ、これ。グダグダで、このクイズ。1問目からグダグダ。はい、71?76?金か、ここ金。逆に俺その緑を見ないで最年長勝ちで、勝ちから言ってるな。勝ちから言ってるから、うん、でこれ読んだらもう分かっちゃうから、うん、読まなかった。はい、でも私6だったら分かってた。分かんないよ、だから緑が目に入っちゃって、もうなんだなんだろうってなっちゃってたの、ずっと。まあ、俺は勝ちと誤差で、うん、はい、まあ、ということで、え、最終問題やったの今。いや、もう最終問題。最終問題ってもう 言わなかったよね。言わないですけど。あ、ということで、じゃあ76? 76で吉永の勝ち。すごいな、このクイズ番組。前代未聞の。なんかまるで、さっき5分で考えたこのようなクイズだな。そう、さっき5分で考えたクイズでした。だろうな。だろうな、これ。はい。まあ、以上、まあ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 、視聴者からのこれやってコメントをお待ちしております。あ、そうです。まあ、はい、そういうことね。もっと時間かけて考えたらなんか良さそうなのにな。もっと考えるを多いし、とりあえず罰ゲーム、寿司100貫一気食い。一気食い ?100 貫一気食い ?100 貫一気食い。カービィカービィがやったの。さんまさん、はい、あ、さんまさんじゃない、カービィか。はい、ということで、はい、以上でございました。はい、まあ、はい、ちょっと、まあ、俺は正直、もう納得いってない。正直、うんうん、もうちょっと考えればよかった。もっと、なんか、クイズのコンセプト自体いいのに、うん、なんか、もっと良くなりそうなのにな。じゃあ、あなたが、改良して、アップデートして考えてください。いや、嫌です。以上です。まあ、はい、まあ、ということでね、はい。まあ、非常に楽しかったです。え？はい。人格変わった？急に。非常に楽しかったです。このクイズは、また続けたいなと思います。なんか、銃つけられてる、ここやって。下で、ウイシュに。はい、はいはい、ということで、はい、以上、あ、本日の動画こちらで終わりたいと思います。この動画良かったら見たらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あ、じゃチャンネル登録お願いします。